平野紫仕様の音楽進路、ハイブ蹴り飛べへ、ファン期待のソロアーティストへの道、ジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切る平野仕様。ファンの期待が高まる中、一時は韓国の大手プロ、ハイブへの移籍説が浮上しました。しかし、飛べへの参加を選ぶという急転直下の決断に、 今回の記事では、その舞台裏に迫り、平野が選んだ道に隠された意味に迫ります。ハイブアップの期待と飛べへの選択平野仕様がハイブアップの遺跡説が浮上したのは、ジャニーズ事務所を脱退してから間もない頃、業界内外で囁かれる噂によれば、ハイブ内で極秘に進められていた遺跡交渉の舞台裏が存在しました。 しかし、7月7日に飛べ入りが発表され、その時点でハイブアップの遺跡説は幕を閉じました。ハイブトップの交渉裏話ハイブ側が期待していたのは、平野のソロアーキストとしての活動。しかし、裏で進行されていた交渉では、条件面での折り合いがつかなかったようです。平野はなぜハイブを蹴り、飛べを選んだのでしょうか。広告代理店関係者によれば、 平野は個人ではなくグループでの活動を希望していたとのこと。これがハイブトップの交渉で合意できなかった理由と言われています。飛米への参加の裏にある理由平野が飛米を選んだ理由に迫ります。飛べに参加した神宮寺ゆうとの音楽活動はまだ本格始動しておらず、SNS の更新しかない現状。記事によれば、 これは、死ユうの飛べ入りを待ってからの本格指導のためとされています。平野、神宮寺、騎士の3人が飛べの核となり、来年以降の音楽活動を牽引することが期待されています。ファンの期待高まる飛べでの新たな出発平野仕様の音楽進路に注目が集まる中、背部から飛べへの移籍 その舞台裏には個人への思考やグループでの活動へのこだわりがあったようです。ファンは3人組での音楽活動が待ち遠しいことでしょう。来年以降、飛べの新たなステージで平野のソロアーティストとしての活動に期待が膨らみます。平野仕様の新たな一歩にファンの期待がさらに高まることでしょう。